皆様おはようございます。洛内野乃花です。本日はですね、鼻の整形手術に行ってまいります。9時50分から手術なんですけど、ただいまの時刻8時になってます。仕事を休むの嫌いな私が、今日はねちょっと大掛かりな全身麻酔の手術をするということで、しっかり仕事を休んでお酒を抜いて、夜の21時には全ての食事を終わらせて、夜中のね24時から水分も取っていません。めちゃくちゃお腹空いてるし、めちゃくちゃ喉が渇いた。さっきインターネットで全身麻酔断食絶対みたいな感じでググったら、やめなさいって書いてあったんで、負けそうになりましたけど、頑張って負けずに、ご飯食べず飲み物飲まず、やっております。はい、もう家から30分以上かかるところに病院があるので、そろそろ準備を始めていきたいと思います。今回の手術は鼻の穴を小さくする手術ですね。鼻の穴を小さくした後、鼻筋です。ちょっとなんかこう太くないですか？この鼻筋は8年前に入れたプロテーゼなので、今回はもうちょっとこう細く、なんか他のね、例えば骨削って顔小さくしたりとか、目をいじって目を大きくしたりとか、いろいろこうやってると、もともと鼻から整形したんですけど、ちょっとねこうバランスが崩れてきたというか、 3,4 年ぐらい前までの顔だったらよかったんですけど、今の顔にはすごくミスマッチということでね、鼻筋の方もプロテーゼの入れ替えをして、細く小さく見えるように先生に手術してもらいたいなと思います。これ目かゆすぎて書いて傷ついた、これとりあえず起きたのは6時半ぐらいなんですけど、なかなかベッドから出れず、まあもう時間なのでね、そろそろベッドから出て、お風呂入りたいと思います。パジャマベッドアップになってます。関係ねえ、手術と関係ないけど、お風呂紹介。ソフトオンデマンド、多分男性の方だったら知ってる人多いんじゃないですかね。これはエロいクリームでは決してありません。化粧品です。ボディ用マッサージローションの方、ここにちゃんと書いてありますよ。粘膜に触れても安全な成分ですが、性交には専用のゼリーをおすすめします。これは、はい、決して怪しいものではありません。お風呂上がりました。今日のファッションはですね、整形手術を受けた人なら分かると思うんですけど、大体前開きロックを指定されるんですね、先生が。多分こう頭からかぶってこうギブスとかで多分入らないと困るとか、まあ、ちょっと理由、ちゃんとした理由は分かんないですけれども、 T シャツとか着ることなく、中はこう下着だけです。はい、いやん。はい、で、ちなみにアディダスなんですけど、はい、で下はこうちょっと楽なね、こうスウェット状になってる健三の2年前のね服を履いてます。ちょっとこの格好で歩いてやばいやつみたいになっちゃいますけど、はい。で、身につけてるアクセサリーは全部外していかないといけないので、外していきます。さりげなくね、私へそピアスをしているので、これも外して、何でへそピアスって、今日は調子がいい。まあ、化粧水とかあんまつけないでね、行った方がベストなのかなと思いますけど、ちょっと乾燥していたいので今の一時はつけようかな。ここはすごい乾燥するんだよね。髪の毛のオイルつけて、今何時だろう、今8時半。ちょっとまだ出るまで時間あるんで、乾かすのめんどくさいから自然乾燥したいと思います。手術する前にだいたい30分ぐらいいつも時間をかけて、ちゃんとこの手術だけで理想の形になるのかななんてこう携帯で調べたり、手術をする前に最後に先生とカウンセリングがあるので、カウンセリングで話すことをこういう風にメモしてまとめていきます。冬ってこともあるんで、ちょっとドライヤーかけていきたいと思います。まあ、インスタだったりとか、お客さんだったりとかが出勤するのかしないとかね、そういうのを明記する時間にします。で、今からお客さんへの、連絡ですね。別にそうだな、普段あんまり来ないお客様とかだったらあんまり言う必要がないんだろうけど、結構頻度よく、来てくださるお客様にはしっかり自分の、口からというか、まあ指からというか
あのそうですね、自分から直接ちゃんとその方に今から手術に行ってからいつまでいないっていうのを言わないとね。突然行っていないだとやっぱね信頼関係とか崩れてしまうので、手術のね前はねちょこっとやっぱ忙しい。もうそろそろ到着です。ではいざ行ってまいります。わかりました。こんな感じです。血がすごく出てるので、ここに血を食べるなんか変なのつけてる。あのこれつけないとこってアラートなるらしい。ちょっと痛いし疲れたし、今、帰りのタクシーがあっても、そう気持ち鼻低くしました。はい、でしっかり鼻の穴も小さくしてくれたそうです。大体分けが楽しみです。はい、まずは血、この管入れてても血が出てくるので、ティッシュでこう出てきたのをこうひたすらこう取って、拭き取るというか、あの本当に噛むこととかできないので、そうですね、出てきた血はこう優しく拭き取って、ちょっと自分で下から見えないんですけど、こんな感じどうなってる。はい、帰ってきました。はい、まずやることは、服をね片付ける。何この服、とりあえずちょっと片付けましょう。痛み止めを飲んで、あとは抗生物質、胃薬だったりこういろいろ飲んでね、かぼちゃスープかっこインスタント作っていきたいと思います。心なしか、アイロブサイバーコップも黄色ということで、かぼちゃスープを黄色の黄色いかぼちゃスープを黄色いコップで飲みましょう。これすぐねかき回さないとすぐ固まっちゃうんで、よいよ、こい、きたきたきた、あつあつ、足に当たった、熱い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 、オッケー、こいこい、本当にあのねクノールのスープは絶対にすぐ温めて、本当、うわほら、それでもたまる、どんぐらいかき混ぜんだ、どんぐらいかき混ぜんだ、結構あのいい感じになってきました。ちょこちょこって感じで、はい、ちょっともうちょっと続けていきます。あと、私流隠し味いいですか、私流隠し味入れてもいいですか。牛乳がねえ、すみません、牛乳なかったです。なのでクリープ、クリープ、クリープ入れます。普通に飲んだらどんな感じなの、あっ、うまかもしれない。クリープ入れよう。やっぱりね、整形のダウンタイム中の飲み物といえばかぼちゃなんですよ。あ、冷たい。ではいただきます。ダウンタイムが短くなるらしい。本当にかぼちゃスープごときで、ちょっとクリープ入れたいと思います。クリープ入れてね。はい、いただきます。 500m 歩くのも容易だな。はい、すいません、こんな感じでね、はい、今日手術9時50分から受けてきて、今ただいまの時刻16時半になっております。あのドアトゥードアで言うと何時間だろうね、10時だから10、11時12時12時あと10時11時12時12時13時4、7時間のね桜井ののかの整形の旅終わりましたけど、はい、あの今すごくお腹減ってます、喉渇いてます。はい、誰か恵んでください、お金を、関係な、はい、
ってことでね、まあ、こんな感じでまた別の動画で 私のプロテーゼの入れ替え、そして尾翼縮小の手術の、ね、経過についてはまた別で動画の方を作らせていただきたいと思いますので、興味がある方はねぜひそちらの方も遊びに来てください。今回の桜井ののか TV いかがだったでしょうか。こちらの動画がいいなって思った方ぜひともごめんなさいね鼻水鼻声で、ぜひともチャンネル登録そして高評価、こんな企画やってほしいこんな企画やってほしいなってものありましたら、コメント欄の方で受け付けておりますので、そちらの方にコメントください。インスタツイッターもやってあり、インスタツイッターもやっておりますので、こちらの方にもぜひね遊びに来てくださいね。はい、桜井ののかでした。じゃあね。